あれだ、お仕事だ。こっから前が寂しいねんよね。これから後ろよ。やっぱ、で、重量がかかる分だけ、錆もあれなんかね、激しくなるんかいね。や、これ多分ね、雨ざらしな。ナイロンの下に降るけん。それで余計なんかね、湿気がね。そうだよね、前半のそこんとこ錆びてねえんだもんね、全然ね。いや、僕もさ、写真撮りながらさ、あれ、これ前の方全然錆びてねえなと思ってさ、やっぱ木の影響なんだろうね。荷台の下、このキャビンの下。講釈いう息子が育ってるみてえだしさ。そうよ、あいつ最近ルアー作りハマってさ。そう。社長から白パッチもらっとったって。もう小学校になったろ、だって。小学校3年だよ。え？3年だよ。3年かい。うん、じゃあもうあれだがね、相当一人前のこと言うがね。親に似て口の減らねえあれだがね、せがれどもだがね。僕の教育が良すぎて。どうした？テストピザ取れない。大丈夫。大丈夫。じゃあ班長、それ置いてくの覚えといて、またそのうち時間があったら作ってね。同じように、もっといいやつを作ってね。人に見せられるやつを作って。君にはカスを置いていくんだ。これよくじゃねえよ。よじゃないよ。でも塗り出したら早いかもしれんね。これ、逆に言うたら社長、夏やなくてよかったんだ。そうだよ、本当だよ。なあ、今考えればよ。夏だったらもう無理だよね。無理。7月の下旬から8月はもう作業無理できだません。ね。100均のあの5本、100円の歯ブラシが何袋いるかわかんねえやろ。いや、そんなことないですよ。すぐですよ。ちゃっちゃですよ。ちゃっちゃ。ちゃっちゃだよ、これ。鼻ブラシをこうかけて、ちゃっちゃですよ。鼻ブラシかけるでしょ？かけるよ。ちゃっちゃですよ、ちゃっちゃ。
さあ、これ行くぜ。あ、そうだね。もう、だってあれもね、10日間になったもんね。11日行ったわ。僕は11日。そうだよね、あと1ヶ月しかねえの。13日とかどうのこうの言ってて、車検が切れるとかなんか言うんだろ。うわ、ショック。こんなサビが出たら、さて、帰りますか。すいませんね。とんでもないですよ。